日本近畿地方大阪府大阪市何区、港町港町は大阪府大阪市何区の町名。現行行政地名は港町1丁目及び港町2丁目。何区の北東端にあたり、オフィスビルと高層マンションが混在する。北で、西区南堀港、北東で、中央区道頓堀、南波、東で元町、南で、塩草、南西で稲荷、西で稲荷、西で 桜川、北西で、幸い町と隣接する。道頓堀川八丁の一つである、道頓堀港町に橋を発する。道頓堀川、西横堀川、南梅里堀川などの水運を利用した、諸木場があり、西道頓堀川の対岸にある堀江の家具とん野外も、諸木場や木材搬入の地域として栄えたことの名残である。1843年には、優勝が置かれ、 深里と呼ばれた。優勝は1871年に廃止されたが、現在も、東町から西道トんぼり川に深里橋という四つ橋筋の橋がかかっている。1889年に貨物駅を併設した港町駅が開設され、南部の貨物ターミナルとしての機能も担った3月に廃止。港町駅開設によって、江戸期以来の町域はすべて、 港町駅構内となり、ホームは南隣の西成郡南ン村にも及んだ。1943年の区域調整において、南区から何和区へ所属が変更された。第二次世界大戦末期、米軍による大阪大空襲で一帯は焼け野原となり、焼け出された人々が住み着いた。1980年には港町駅構内となっていた旧南ン村の 東遠州町及び東神田町の北半においても、港町の住居表示が実施され、現在の町域となった。しかし、1989年に、港町駅は南へ約100メートル移転し、本来の港町から完全に離れたこともあって、1994年には JR 南波駅へ改称されている。その後1996年に地下化されている。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。